1月22日夜9時半になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで今回もやってまいりました、まゆラジオ。土曜の夜はあなたにとっていい夜を。はい、第2回目のまゆラジオとなるんですけど、よく言うじゃないですか、ほらはなんかね、シリーズものの映画、例えばハリーポッター、スターウォーズ、パイレーツオブカリビアンとか、まあいろいろねシリーズものの映画とか、まあアニメがある中で、その第2部作品が結構落ち込むよねっていう、人気度少ないよねって言われるんですよ。なんでかねあれって私もわかんないんだけど、そう確かに言われてみれば、ハリーポッター一番好きなのが私アズカバンの囚人なんですよ。アズカバンの囚人が一番好きで、でやっぱりどうしても一番苦手な作品はね、ハリーポッターで言うと4番不死鳥、炎のゴブレット、そう炎のゴブレットがね一番苦手なんですよ。あそこからなんか身内同士で喧嘩っぽくなっちゃうじゃん。ハリーポッターって昔あんな可愛くてさ、すごい絆深かったのにもかかわらず、やっぱり思春期になってその仲間内でのちょっとした喧嘩が多くなってきて、ちょっと見てる側がね辛くなってくることが多かったね。なんかめちゃめちゃハリーポッターの話してるけど、最初結構ポップな可愛らしいファンタジー系の作品かなと思ったらね、ハリーポッターのシリーズとともに私も大人になってって、なんかこう登場人物の死だったりだとかね、ちょっとグロテスクな場面があったりだとか、で結構ねこう心理的にこう妬みとかそういう恨みとか復讐心っていうのもなんか考えさせられるような作品なんですよねすいません。で私は別にハリーポッターの話をしたいんじゃなくて、この第2回目ちょっと停滞しちゃうのではないかという不安ね、ちょっと人気が落ち込むんではないかという不安もあるんですけど、数重ねていけばなんかこう新しく入ってきたねリスナーさんが、土曜日はいつもこういう風にラジオやってるんだ、聞いてみようとか、いつもこうやって土曜日に上げてくれるから再生リスト作っといて、自分が作業してる時睡眠のお手伝いになんかちょっとかけとこうみたいな風に思えるんじゃないかななんて思ってます。言い忘れてました。皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間の疲れを今日私の声とともに癒していただいて、まだお仕事残ってるよっていう方は、作業用にね使っていただいて、今日はゆっくり休んで、明日もゆっくり休んで、また来週頑張っていただければなというふうに思っております。先週から上げ始めたけどどうですかマヨラジ、私のリスナーさんにはねめちゃめちゃ好評なんですよ。で今ね収録日が1月17日、1月17日現在の1月17日現在の再生回数、マユラジオの再生回数、144回、だいぶ落ちたかなでもいいの、好きな人だけ見てっていう感じで私はラジオ出してるので全然いいの、いいのなのでね、このまゆラジオは今後全然伸びなくてもね、
の一部の人にすすればいいな、一部の人の睡眠のお手伝い、一部の人の作業のお手伝いになればというふうに思ってるので、これでいいんですずっとどんだけ伸びなくても私は続けていくつもりなので。ね、私がそもそもラジオの動画を撮ろうと思ったきっかけも、その今ね YouTuber さんで結構ラジオを撮る人っていうのが結構多いんですよね。年末ラジオとかクリスマスオールナイトみたいな感じで、私もね、そうクリスマスの日ですよ。でクリスマスの日親にねプレゼントを用意してたんです。まあ、クリスマスイブの日にプレゼントを用意してて、で私からとは思われたくない、サンタさんがやってきたんだねって、サンタさんがやってきたんだねって私じゃなくてサンタさんが置いてってくれたんだよねっていう風な感じで、夜遅くお父さんもお母さんも寝てる時にこっそりお父さんとお母さんの寝室の前にこうやって置いて、抜き足差し足忍び足で自分の部屋に戻ってきたわけですよ。でまあその時ですね、結構何なんていうかな、夜更かし、サンタさんって夜更かしじゃん、なんでこう、まあ、夜飲むお薬は飲まず、YouTube を見ながらね、 YouTube のこういう、ラジオ系の配信を聞きながら夜遅くになるまで待ってたんですよ。だいたい日が変わる頃ですかね。で日が変わってちょっとしてから行こうと思って、いやここまでよく起きてたなと思って、薬飲んじゃったらもう強制的に眠らされちゃうので、薬は飲まずラジオ配信して、あもうこんな時間かよ、あ起きてたなとか思って、でプレゼントを置きに行ったんですね。でその時にラジオ配信って別に聞きながら寝れてもいいし、聞きながら起きててもいいなって思ったんだよね。どっちに転んでも嫌じゃないというか、ほら普通のラジオとかだとさ、あぶね、普通のラジオとかだとさ、何生放送でやってるじゃないですか。だから聞きたいところ聞けなかったらもう聞けないよねって感じだけど、こういうふうに YouTube に出すラジオはそういうこと気にしなくていい、いつでも聞けるんだものだのそういつでも聞けるからね、私も結構寝る時用に再生リストにラジオいっぱい入れてます。生放送を録画っていうか収録して、でそれを YouTube に上げてる方がねいらっしゃるので、それは本当助かりますよね。いつでも見れるっていう。で YouTube の機能で昨日見たところから、昨日見て動画をやめたところからしおりみたいな感じで、しおり、なんか途中から再生できますよみたいな、ね全部こう寝てる間に全部その配信が終わっちゃってたとしても、あここは聞いたな、あここは聞いたな、あこっから寝たなみたいな感じでね、こっから聞こうっていう風にできるしね、内容が良ければね再生リストに入れていつでも聞けるっていうのもいいところだと思いますすいません。ちなみに私のこのまゆラジオ、なんか再生リストに入れて聞いてますっていう人いますかね。例えばこう夜寝るときにいつも聞けるように
再生リストに入れて夜聞くようにしてますとか、なんか作業用なんか宿題とか掃除とかするときに助かってるので、そういう時用に再生リストに入れといてありますみたいな人もしいらっしゃったらマジで嬉しい、超嬉しい、うん、なのでね、ぜひあのこれからどんどんね、あの更新していくので、あのぜひ再生リスト作って入れていただければな、なんて、まあ私の再生リストから普通にあの再生してもらってもいいかな、うん、私もマユラジっていう再生リストがあるので、マユラジだったかな、ちょっと確認しますね、マユラジですね、マユラジっていう、あのうわっとごめんマユラジっていう再生リストがあるので、そこでまあシャッフル機能使ったりだとかリピート機能使ったりだとか、まあ、自由、そこは自由にねしていただいて、あのぜひあの楽しんでいただければななんて思っておりますね。え、あのラジオってやっぱりいいよね、そのまあ、またなんで私がラジオを始めたかっていう話に戻るんだけど、ラジオ、やっぱりラジオをね出すと、ラジオを聞いてるようなリスナーさんが、まあ、普段からラジオを聞いてますよっていう、生放送のなんかこうね波数合わせて聞いてますよみたいな、そういう人たちがやっぱり見に来てくれてるんですよ。なんかなんとなくこう落ち着いた、まあ、コメント欄まで落ち着いた雰囲気というか、うん、しかも私のあの視聴者層的にはこの中年の男性の方が多いので、やっぱりこう世代にラジオっていうのがピシッとハマるのかななんて思ってますね。なので私はあのおじさまの、なんだろう、おじさまの味方というか、あのおじさまのニーズに応えたいという気持ちはとてもあるのでね、あのこれからも試行錯誤してラジオ以外のことも考えております。うん、私がねいつも YouTube で見てるラジオはね、バナナマンさんのラジオだよね。バナナマンさんのラジオ、あれはね寝ることもできるし笑うこともできるっていう、超面白い、うん、バナナムーンのバナナムーンのバナナマンのバナナムーンゴールドってやつなんだけどな、皆さんが気になったら検索していただければ、誰かが生放送アップロードしたのがあると思いますので、うん、前さんの言ってたバナナムーンラジオってこれかな、あ面白いじゃんって思っていただければ嬉しいなぁなんて思っております。うん、私あのヒロメネスっていうコーナーが好きですね。わかんないですね、はい、すいませんなんでラジオのその時間、ラジオのこの、まあ、この動画内の時間はどのくらいがいいのかななんて、うん、この間は26分とか30分近く撮ったよね。あれぐらいがやっぱりいいかね。そんな、すいません、ドウ裏な話をさせていただきますね。あのドウ裏な話をすると、YouTube で私のチャンネルがおすすめに載ってもらうようになるのは、再生数ももちろんなんですけど、視聴時間っていうのが大事になるんですよ、うん、視聴時間。だから一つの動画に時間をかければ、一つの動画の時間が長ければ長くなるほど、その、まあ、最後まで見てくれる方っていうのは絶対いらっしゃるんですよ。私のリスナーさんで、ね、まあね、熱狂的で私のことを応援してくださるっていう方は最初から最後まで見てくれるんですよ。そしたら最初から10分の動画を最初から最後まで見たのと、30分の動画を最初から最後まで見たのでは、めちゃめちゃ早口でごめんなさい
そう見たのでは、やっぱりそのいつものリスナーさんが30分の動画をまるまる見てくれる方が私の動画っていうのをおすすめに乗りやすくなります、うん、もしかしたら皆さんの中でまやさんの動画の再生数に貢献したいから、まやさんの動画の再生数に貢献したいからちょっと動画ページ開いてすぐ戻って、また動画ページ開いてすぐ戻って、でまた動画ページ開いてすぐ戻って再生数増やすぞっていうふうに考えてる方もしかしたらいらっしゃると思うんですけど、申し訳ないことにそれ実は私の足を引っ張ってるんですよそう、よしまやちゃんの動画1分見たよし戻ろう、まやちゃんの動画1分見た戻ろうだと YouTube の方からあれこの動画視聴者維持率悪くね、見た人すぐ帰ってねみたいな、うん、最後まで見てくれてる動画の方をおすすめに載せたいんですよね YouTube って、うん、そうだから私もねアナリティクスとか見ると10分とかの動画なのに平均視聴時間が3分とかなんだよね、最後まで見てとかも、再生数は稼げるんだけど、最後まで見てくれないとおすすめに乗らないよなんて嘆いております今回前半は、ラジオのねラジオ中心の、動画の話も挟みつつラジオ中心の話をさせていただきました。もし皆さんの中でこういうのを取り上げてほしい、こういうトークテーマで話してほしいというのがありましたら、こちらのコメント欄を使っていただければななんて思っております。私もねこれ一人で喋ってるから話がなくなったりしちゃうんですよね、次何話そうとか思ったり、話のネタなくねとかなっちゃうから、1週間もあれば何かしらはあるんだけど、とりあえず、トークテーマがあった方が安定してまゆラジオ続けられるので、はい、お願いします。ということで前半は終わりになります。アイキャッチ挟みます。土曜の夜はあなたにとっていい夜を。はい、後半になりました。皆さん寝ちゃった方ね、いやもしかしたら作業、まやちゃんの声で作業集中できないという方もいらっしゃると思うけど、あともう少しで宿題も終わるという方も多いんじゃないでしょうか。前回のまゆラジについたコメントを読み上げていこうかなっていうふうに思っております。はい、ではまずファンネームトーニオさん、トーニオさんはなんとねサンクスで200円投げてくれました。ありがとうございます。スパチャ的な感じでね、サンクス200円、ありがとうございますね、募金させていただきます。はい、デイモスさん、ファンネームデイモスさん、楽しかったです、また楽しみにしています、ありがとうございます。今回もね楽しんでいただけましたでしょうか。はい、ではファンネーム伊藤さん、今日は最初緊張しちゃいました。なんでマユラジオの導入ってなんか緊張しちゃうこれから土曜日も楽しみですね、ありがとうございました。いえいえ、毎日ね動画を上げてる中にこういったちょっとしたねレクリエーションじゃないけどちょっとした息抜き動画みたいな感じでね、土曜は楽しんでいただければななんて思っております。はい、ファンネーム小谷さんから、やばいめっちゃ可愛いメガネ前さん、やばい、ね、小谷さんはね私のメガネ姿が好きみたいなので解説系の動画は
メガネありで撮ろうと思っております。はい、では続いて、俺はもう戦わんっていうね、日曜日に出した動画かな、1月16日日曜日に出した動画となります。はい、ファンネーム高橋大輔さん、まゆさんこんばんは。こんばんは。いつも配信見ています。ありがとうございます。お疲れ様です。ずっとずっと応援していきます。大好き。もうありがとうございます。もう私も皆さんのこと大好きですよ。はい、では続いて、またまたファンネーム大谷さんからのコメントです。アンチいるんですね。まゆさんにはアンチいないと思ったけど、まゆさんみんないるから笑顔で頑張ってください。もうありがとうございます。笑顔で頑張ります。コント面白いっすよ。笑顔がめっちゃ可愛い。ありがとうございます。もうね、この動画はですね、まあ1月16日に上げた動画見ていただければわかると思うんだけど、作っててめっちゃ楽しかった。編集がマジで楽しかった。うん、楽しんで編集してるって多分分かったと思う。はい、ではまたまたファンネーム伊藤さんからのコメントです。最後のオチは見事でしたね。アンチって素直に表現できない、情けない人ですよね。人を傷つけるなんて最低です。本日も動画ありがとうです。おやすみなさい。もう伊藤さんはね、毎日私が動画出すとね、もう本当いち早くコメントしてくださってます。本当にありがとうございます。はい、続いて、あ、この方は私のチャンネル登録して1年経ってる方ですね。薬師寺あゆみさん、頑張る。まやさんファイトです。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ最後のコメントになります。ほんとまゆちゃん可愛い。ありがとうございます。可愛いかな私。アンチってさ、昔からよく言うけど、ただ構ってほしいだけなのよ、やつらはね。かまちょなのかもしれないね。反論するやつらの思う、反論するとやつらの思うツボだから、放置が一番なのよね。本当そう思いました。私も応援してついてきてるくれる人だけ大事にしたらいいと思う。頑張りまじゃんね。今のリスナーを大事にして、まあ、来るものを拒まず、追うものを追わず、まあ、アンチが来たら門前払いですけど、私応援してくれるっていう人がいるんだったら、来るものを拒みません。で、私のファンやめましたっていう人がいらっしゃったら、追うもの追いません。まあね、なんていうか、私もね、いろいろこう、ああこの人がよく応援してくれてたっていう人がまあ去ることもあるし、なんかもうルートなんか変わり映えがなくて面白くないよね、飽きたっていう人はね去っていっちゃうと思うので、まあ、なるべく飽きさせないように頑張りたいななんて思って、こういうラジオ系の配信もね始めて いきました。なんか外ですごいプー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 言ってる。なんだろう、なのでまあね、なんといっても数字が取れないとやっていけないね、やっていけない界隈ではありますが、まあね、今皆さんを大切にすることで、それが未来につながるんだということを真摯に受け止めて、これからもね活動頑張っていきたいと思います。といったところで、今夜はこの辺でお休みとさせていただきます。さあ皆さん眠たくなってまいりましたか。
作業や、まあ、仕事や宿題どうですか、はかどりましたか。大変だったらこのまま寝ちゃってもいいんですよ、うん、明日も日曜日一日あるのでね、ゆっくり休んで、また新たに明後日から月曜日頑張ってね、仕事学校頑張って皆さんね行ってきたらいいと思います。寝ちゃったかな。ということでお付き合いいただきありがとうございました。では皆さん、いい夜を。